作風を盗まれる。大手イラスト SNS が揺れています。ピクシブはこれまで AI によるイラストとの住み分けを模索してきました。しかしここ最近になり、人気イラストレーターの作風を AI に学習させ、それを勝手に有料販売する行為が広がっているそうです。その流れで人気イラストレーターが作品を非公開にするなど、 AI による悪質模倣の先には。それでは早速学んでいきましょう。おはようございます。クリエイターのかぐわです。いつもご視聴ありがとうございます。それでは今日のお品書き。ピクシブで悪質な AI 模倣が広がっている。対応が分かれる AI イラストの投稿。イラストレーターの対応と対比先です。はい、今日はですね、リスク管理、リスクマネジメントというテーマになりますが、AI の進化が、必ずしもね、人間にとっていいことばかりではないという警鐘を鳴らす回でもありますので、イラストを描かない人もね、ぜひ最後まで聞いていただければと思います。それでは早速こちらの記事。IT メディア AI プラス2023年5月8日の記事です。ピクシブのイラストを非公開にしました。フォロワー数十万人の有名絵師から発表相次ぐ。AI めぐる対応に不信感です。はい、これどういうことかと言いますと、昨今の AI、皆さんも聞いたことはあると思うんですが、いわゆる生成系 AI と呼ばれるものです。ネット上にあります画像をですね、AI に学習させる。そして、その学習させたデータに基づいて、あたかもその作者さんが描いたような画像を AI に描かせるというようなことも実は AI でできるんですね。もちろん画像生成系の AI の中にはそうではなく、本当にこうコラージュするような、混ぜこぜにするようなものも多いんですけども、一方で特定のものだけを学習させて、特定の絵柄に似せて新たな画像を描くということができる AI もあるんですよね。そして AI に自分の作品が学習されて、あたかも私が描いた作品とおぼしき表現になっているのに、全く見も知らない人が作品を投稿しているということが広がっているんだそうです。そのことを受けて、特に人気のイラストレーターさんたちが学習されまいとして、ピクシブのイラスト投稿を非公開にするという動きをこのメディアが報じているというわけですね。これポイントがありまして、削除ではなく非公開にするというのがポイントです。削除をしてしまいますと全くデータがなくなってしまいますので、 AI の方が逆に今度は、いや私がこの作品を先に書いたんだからって言われちゃうわけですよ。元データがなくなっちゃうとタイムスタンプがわからなくなるので、ですから非公開にするという動きで、ネット上に出さないようにするということなんですね。一時ソースを見てみましょう。フォロワー24万人を超えるイラストレーターの赤木さん、こんなツイートをされています。引用します。抜本的な AI 対策とそれに伴うピクシブ社の会社としての意思が明確になるまで、ピクシブへの新しい絵の投稿を控えます。また過去に投稿済みのイラストは一旦すべて非公開としましたです。他にもですね、64万人のエコモチさん、13万人のサツキさんといった超有名イラストレーターさんたちが軒並みですね、非公開を発表しているということなんですね。もちろんピクシブ以外でもこういった作品を公開はしていると思うんですね。ですからピクシブだけを非公開にしてもという声もあるそうなんですが、ただピクシブ社の対応を促すという意思表明も含めて、どうやら人気イラストレーターさんはこのような動きをしているという見方もあるようです。実はピクシブも得をしているんです。ここがイラストレーターさんたちの不満の一つでもあるんですね。どういうことか。人気イラストレーターさんのイラストは人気である一方、例えばこのイラストレーターさんが絶対に描かないようなイラストを AI に描かせて、そしてそれを有料にすれば、残念ながら買う人が出てくるということなんですね。要はエロとかグロですね。欲望に駆られて課金をするということなんですね。そしてその課金プラットフォームはピクシブファンボックスというピクシブの有料プラットフォームなんですね。
ですから、そういったところもですね、投稿者の不満を募らせている一つと言われています。もともとピクシブは去年 AI が話題になった頃から AI との共存を目指していました。もともとピクシブという会社はやっぱり技術者さん、エンジニアさんたちが立ち上げた会社ですので、やっぱりどっちかというと技術寄りな方に舵を切る傾向があるんですよね。で、今回も AI を使ったというハッシュタグをつけたり、ランキングを分けたりするなど対応はしてきたんですが、まあ、残念ながら、そういった悪質な行為は防ぎきれていないと、対応をしていないと見られる立ち振る舞いをしているということですね。ただ今月中に悪質な画像生成 AI などの利用に対応するような規約改定を予定しているということを発表しました。公開に注目が集まっています。プラットフォームによって対策は分かれています。例えば先日も私の配信でお伝えしました、スケブというプラットフォーム、そちらはですね、もういち早く AI の取り締まりを強化するということを発表しました。ですので世界的にはですね、画像生成 AI に関しては規制をしようという流れがやはり強いというふうに思います。プラットフォームを変えようという人がいても、まあ、おかしくはないかなと思います。クロスフォリオについては私も過去に紹介している配信がありますので、2022年2月24日の紙ツールクリエイター支援プラットフォームクロスフォリオ操作レビューという回で詳しく紹介していますので、興味ある方はぜひ過去回を検索して聞いてみてください。ということで、今後もですね、生成系 AI に関してはやはりクリエイターとどう付き合うべきかという議論は続いていくと思いますので、クリエイターエコノミーニュースでも引き続き注目していきたいと思います。いやー、やっぱり生成系 AI ってね、料理に近いような気はするんですよね。何か素材を買ってきて、その素材を加工して料理を作ると。ですから素材を買うときにお金を払うのは当たり前だと思いますし、作った料理はその手間という意味では誰かお客さんに食べてもらうんであれば、その分のお金をもらうというのも当然だとは思うんですよね。ですからやっぱり落としどころだと思うんですよね。テクノロジーは出てきてしまった以上もうどうにもできないんですけども、それに関わる人たちと感情論と現実論とバランスを取りながら、どう落としどころをつけていくかというところを議論していくべきだなというふうには思うんですよね。ですから実際アドビが発表しました Firefly という画像生成 AI なんですが、こちらはその学習に使われた許諾を取った画像に対してちゃんと金銭が還元されるらしいんですよね。ですから多分落としどころはそういうところになるんじゃないかなというふうには思います。ぜひ興味がある人はですね、 Adobe Firefly で検索してみてください。一時ソースをちゃんと確認するメディア、クリエイターエコノミーニュースでは、カグアが毎日クリエイターエコノミーに関するニュースをブックマークしていく中で、心揺さぶられたものをお届けしています。毎日の収録配信と週に1回の無料のニュースレター、そして不定期のボーナストラック、3つの媒体で情報を発信していますので、よかったらフォロー登録よろしくお願いします。大型連休明け、思った以上に仕事になんなかったですね。職場の皆さんごめんなさい。というわけで、今週皆さん頑張っていきましょう。いってらっしゃい。